これは超人気映画ワイルドスピードアイスブレイクにて使用された EMP のワンシーンだ。続いて同じく一大センセーションを巻き起こしたマトリックスシリーズ内での一コマ。この映画作品で EMP を初めて知った人は多いのではないだろうか。その後さまざまなハリウッド映画に登場し、現実的にも北朝鮮が日本を攻撃するのではないかと危惧するくらい身近な存在になった EMP。 一説によると EMP の攻撃範囲は半径100キロから1000キロまで到達することもあると言われている。仮にリニア実験線から半径1000キロメートルというと本州の全てを飲み込むくらいの範囲に広がる。3キロという距離はもはや EMP レベルの威力で考えれば震源地と同一と言っても過言ではない。だがことはそう単純ではない。もし電磁波や電磁パルスで時空間にゲートができてしまうとしたら、スマホや電子レンジ、その他現代生活に欠かせない設備の影響により至る所に穴が開いてしまっていてもおかしくない。そうならないのは電磁波と EMT は同一の概念ではないからだ。 Electromagnetic Tangler は俺の造語だ。検索しても出てくることはない。量子もつれを英語では Quantum Entanglement という。 Quantum は量子、 Entanglement はもつれ。そこからもつれを発生させる何かという意味でタングラーという単語を当てはめた。音の波や光、電磁波は障害物があれば飛距離が縮まったり遮断されてしまうが、磁力は基本的には遮るものはないと考えられている。磁界は山や川の中であろうが関係なくダイレクトに伝わると考えていい。閉鎖的な空間の中では一時的に地磁気が分からなくなることはあり得るが、地球上どこにいても基本的には北極、南極の方向を確認することができる。つまり磁力はどこまで作用するのか分かっておらず、かつそれが磁束密度の強さによって変わるのか、何を媒体として伝播していくのか、はっきりしたことは分かっていない。音は空気を振動させ伝わることが分かっている。しかし光は真空中でも通過することができる。磁気はそれ以上に分かっていないことが多い。高名な学者らはそれにいろいろな仮説をつけているが、果たしてそれが正解なのかは、それこそ神のみぞ知る世界だと思っている。2019年9月21日、フォッサマグナ城という特殊な地形の中に存在するキャンプ場において、16時少し前に通過したリニアモーターカーにより、亜空間のゲートがこじ開けられ、そこに一人の少女がさまよい込んでしまった。そして今現在も特殊な異空間にいることは少し前から俺が伝え続けている。それがどうやって、どのような仕組みでワープしてしまったのかは、俺の力では解明することができない。そして、美咲ちゃんがずっとその世界に居続けるのか、何かの要因で別の時代に飛ぶかもしれないし、山梨から外に移動することもあるかもしれない。もしかすると、ロシア科学アカデミースミルノフ学館の佐野千春さんとか、素領域理論を唱える安江邦夫さんなら、信じるに値する説明を施してくれるかもしれない。一つ言えることは、JR 東海は、リニアの安全基準は、国際的なガイドラインの基準を下回っていることを誇張しているが、それは人体への影響であって、地球を覆う目に見えない空間に対しての安全は保障されていない。地球上に動植物を定着させて生命が存在し得る要因の一つとなっている地磁気の強さと比較すると、人間のエゴで生み出されたリニアの磁界はこれだけ違う。果たしてこれで安全なのか。このデータで鬼の首を取ったつもりになっているわけではない。もしかすると全く意味をなさない数値なのかもしれない。だが俺はここまでの動画で必要な情報は開示したつもりだ。これ以上どんな資料やエビデンスを公開しても国や JR は認めるはずもないし、世界がひっくり返らない限りその体制は変わらないと思う。頭の固い老害も脳みそすっからかんのアホどもも信じない人は信じない。だからいっそ次からはもっとぶっ飛んだ考察と、これに関わるある事件に関してもそろそろ口を開こうかと思っている。よければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになる。それでは See you in the wild.